おい、レイデ、そこで何してんだ。兄者。俺は別に何も。ほう、牛肉にかけて本当に何もなかったのか。牛肉に嘘はつけない。バトという細狩りに決闘を申し込んだんだ。は、なるほどな。それで即座に返り討ちってところか。試合では相当活躍していたからな。そうなのか兄者、気を失ってついでに我も失ってたから知らないんだが。それは残念。バトは天野井を倒した。前代未聞の番狂わせが起きた。マジかよ兄者、一度殴られたら俺ほどの筋肉でもゲボるほどの破壊力を持つ天野井隊長に勝ったのかよ。俺も一度喧嘩して殴られた拍子にそのままゲボって。なぜだ。どこにこんなパッパーが。ってうなった天野井にだ。兄者、そんないかにもその後人造人間を吐き出しそうなセリフを。痺れるぜ。これでパト一人に地球防衛軍第3部隊の2トップは負けたってことだ。冗談抜きで大胸筋がビクビクしてるぜ。だが俺たち第6部隊も変わったものじゃない。半年前、監獄島でシグエンはメリアに負け、俺はセッカに負け。イアンは今大会でメリアに負け、そして幹部候補のお前はついさっきパトに負けた。もう言葉も出ないか。そうだ、俺たちはパトの集団に負けている。アランはそこに関してすごく警戒していた。結局、アランの予感通りのことが起きたわけだしな。この試合、天野井の一方的な試合になると思うか、アラン。そうだな、99% はそう考えるだろうな。含む言い方をするな、お前は違うのか。俺は半年前のパトを知っている。そしてこのたった半年でここまでの急成長。あいつは何かをしでかす、そう感じてしまうんだ。これは予感だ。以前のあいつは間違いなく予選すら抜ける実力はなかったはずだからな。面白い、実際に戦ったアランだからこそ感じるものがあるということか。俺もその話を聞いて、アラン隊長にそこまで言わせるパトがどれほどのものか、試したくなったんだ。気持ちはわかる、だが結果は出た。明後日、アランが俺たちのプライド全てを背負って挑むはずだ。あいつほど堅実で仲間思いな奴はいないからな。兄者、なんで俺は、弱いんだろうな。知るか、俺が一番聞きてえよ。俺だって昔は破壊王で呼ばれるほどだったさ。ただ有り余るパワーでねじ伏せてきた。だが結局老いには勝てない。そういう意味ではつくよみ先輩や東野先輩、天野井は賢かったわけだ。偏った力は脆い。本当それを痛感させられる。そういう意味ではセッカの戦い方には偏りを感じる。この試合、同士討ちゆえにどうなるか。専属神同士の本気の対決か。これは面白い。セッカは私から見ても目を見張るほどの劇的成長を遂げる。メリアも油断していたら足元救われるかもしれんぞ。そうですね、セッカちゃんは私が認めた優秀な子ですから。なんだ、つまらなさそうな顔をして。つまらない。そうね。これが純粋な対決ならどれほど良かったか。私は私の役割を持って、叩き潰さなければならない。まずは教育からです。何かあったな。せいぜい喧嘩というところだろう。こいつらはいつもいつも。好きにしろ、私はお前らの問題に関与する気はない。私は、ヘブンズハート、だからな。メリアが本気で戦うのなら、主様を叩き起こした方が良さそうだな。メリアは順序を守るからな。公然、や、公正、もまだ教えていないのがいい証拠だ。役割なら本来その時が来るまで絶対に見せないメリアの本気、公正、のその先の力も出すかもしれないな。いつまで寝ている、寝ぼすけな主様よ。さっさと起きるのだ。すごく面白いものが見れるぞ。キック、ちょっと噛んだだけじゃん。ひどいよ。うわあ。発想のバカ、ひどい男、お前の母ちゃんでべそ、お前の娘超絶美少女。女は涙の数だけ強くなるの。というわけで、内臓地には屈しません。私らしく司会しちゃいます。相変わらず騒がしい。親子仲いいじゃない、ある意味微笑ましいわ。せっか、相手はメリアちゃんだけど、精一杯頑張りなさい。すごい集中力だ。それにすごい闘争心、だがそのせいでオーラが乱れている。せっか、オーラが乱れている、もっと冷静になれ。ごめん、多分それは無理だよ、今でギリギリだもん。今回ばかりは譲れない、絶対に説得させないとダメなの。叩き殺してでも、分からずやを絶対に分からせてやる。喧嘩か、正式な試合で。まったく。まあ、この子たちにもいろいろあるだろうし、あまり深追いしないでおこう。さあ切り替えていこう。要点に入って、もう最後の方だしちゃっと終わらせちゃおう。この時、周りの人たちはただの喧嘩くらいにしか考えていなかった。だがそんな甘い認識は試合開始直後、一気に消えた。それは突如始まった。はい、それでは入場してください。な、扉を壊して一発でも早く相手の顔面を殴ってやろうって気満々じゃないか。しかもメリアのやつ、しっかり力が入りにくい体の重心を足で抑えている。あれは確かでも抵抗は難しいか。主様、早く起きろ、今日一面白い試合だぞ。このまま教育してあげるわ。誰が何度も言ったのにまだとっさだと直せないんですね。近距離戦で飛ぶなって言ったでしょ、何度言わせる。わかめ、メリアは近距離しかできないからこれでいいのよ。そもそも遠距離なんてオーラを使ったおまけ程度だし。近距離は一番私が知ってる、セーフティーくらい理解してるわよ。はぁ、舐められたものね。全部結果に合わせていたに決まってるでしょ。消え、背後か。人は慌てると周辺を確認する。だけど今結果がいるのは空中。言ったはずですよ、空中戦は360度。必要とする情報量が多い分格上には向いていないと。そして一瞬、そこで一番警戒が緩いのは足元です。誰も言った。私は今あなたたちのレベルに合わせて出す技も調整しています。光線すらも扱えない結果だから、今まであえて光線を見せなかった、それだけのことですよ。自分が強いとうぬぼれた結果です。私からしたらまだあなたは未熟者でしかない。そもそも私の教えすらまともにできていない。まだカナの方が一度言えばしっかり実践してすぐに理解します。白の方が時間はかかりますが、しっかり覚えてくれます。理解する努力をせずに、何事も自分なりの理解で終わらせる。それでは今は良くてもその先、一つ上の世界になると全く通用しないんですよ。うるさいわね。すかした顔して説教してくんじゃないわよ。そんなに自分が正しいと言いたいのか、そんなに自分に従わない私が間違いとでも言いたいのか。まだやっこしい、今この試合で証明するって決めたんだろうが。よりアピールしてる暇あるなら私を身も心も潰してみろよ。プライドが高いのが見え見えなんだよ。後悔させてやる。なら望み通りにも心も潰してやる。二度と抵抗することすら考えれないくらいにね。さすがメリアだな。本当当たり前のように構成を使いこなすな。メリアは主様と同じオーラ量を持つ。だがメリアは主様よりオーラ技術ははるか上。同じオーラでも威力や質は全くの別物だ。しかもオーラ質を変えて、石化の原始支配に干渉しないようにしている。あの芸当ができるのはメリアだけだな。さあどうする、せっか、眠れる獅子を叩き起こしたんだ。もっと抗えよ。104マッスル、105マッスル、106マッスル、107マッスル、108マッスル、110マッスル、111マッスル、112マッスル、113マッスル、114マッスル、115マッスル、116マッスル、117マッスル、118マッスル、119マッスル、120マッスル、121マッスル、122マッスル、123マッスル、124マッスル、125マッスル、126マッスル、127マッスル、隊長がパトという男を気にしているのか。これは俺がどんなマッスルの持ち主か確認しないといけないな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。